いない？大丈夫？いける？音声さん声入ってる？オッケー、じゃあちゃちゃっとやっちゃおう。はい、というわけでゆっくりがお送りするシャドバ実況動画。おい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 、ボイコラ、貴様何をやっとるんじゃい？貴様準レギュラーの分際で何勝手に一人で実況しようとしとるんじゃい？音声さんも勝手に声入れてんじゃねえよ。ちょっとすみません、今動画撮ってますんで撮影の間だけもう少し下がってもらっていいですかね。あら、そうだったんですか？これテレビ？テレビの撮影？これなんて番組？テレ東の旅番組かなんか？すみません、そこのお母さんもうちょっとだけ後ろ下がってもらえます？あら、ごめんなさいね。カメラさん大丈夫？あのお母さんまだ見切れてない？ちょっとあれまだ見切れてるよね。あの昼間から大丈夫？ディレクターさん大丈夫？後で編集で切れる？最悪モザイク処理でもいいけど。日曜の日、うんじゃオッケー。オープニングだけ撮っちゃってまた場所変えよっか。はい、そういったわけで今回はミッチでランクマ対戦の模様を実況していきますよ。いつまでこのボケ引っ張るんじゃい？いや、霊夢さんがすげえ乗り気だったんで。あ、ちょっと一旦立ち位置だけ元に戻させてね。ということで前回の予告通り超越ミッチでのランクマッチを実況するってこってすよ。それをなんでマリサメインでやってんだっつう話なんすよ。まあやっぱ魔法と言ったら私、魔法瓶と言ったら象印的なとこがあんでしょうよ。知らねえよ、そんなの。魔法瓶つったらタイガーだろ。魔法瓶のメーカーは今どうでもいいだろ。マリサさんから言い出したボケですよ。とにかくウィッチなんだから私が実況した方がなんとなくいいでしょ？そういう空気でしょ？なんで魔法瓶の下り無視するの？お願いします。たまにはメインで実況させてください。ワード直球でメインやらしてください宣言。タイガーさんすみません、メインで実況させてください。わかったから、人を魔法瓶のメーカー名で呼ぶんじゃねえよ。よし、じゃあこの巨乳魔法使いがビーター上がったばっかのランクまで大暴れしちゃうぞ。イザベルが父を化けってだけでマリサさんは違いますからね。カードはさっき映ってたように次元の超越3枚入れたオーソドックスなスペルウィッチ。ただ無課金なんでマーリンが1枚しかなかったり、新カードの破砕の金樹が0だったりしますんで。このゲームのメインであるランクマッチ、通称ランクマはビギナーから D、C、B、A、A とあって最高位がマスター。ビギナーから初めて勝ち点を稼いでくと上のランクに上がってくってシステムですよ。今回の相手はエルフ参加よろしくお願いします。先行後攻シャッフルで決めてから初動手札3枚を交換できるマリガンタイム。くっそー、超越引けなかったか。両者のマリガンが終わったら先行側からゲームスタート。もういきなり超越来た。しかもルンブレもある。これは最高の手札パティン。試合は1ターンごとに PP 分のコストだけカードをプレイ可能。PP はターンごとに1ずつ増えて10ターン以降は10のまま。手持ちのカードでいかに効率よくコスト消化できるかが腕の見せどころ。特に超越ウィッチはスペルブーストがメインなんで少ないコストでたくさんのスペルカードを消費する必要があるな。しかし今回は初めから超越とルンブレのセット引いてんだから、これはかなり期待できる展開じゃないですか。無理だったわ。え、嘘でしょ？しょっぱなルンブレと次元の超越引いてたのに。やっぱエルフ相手だと序盤からガンガン殴られるんで超越ブーストが間に合わない的なパターンもあるからね。んー、まあ B 隊は結構みんな強いしカードも揃ってるからね。押し次はもう本気出すから。うわ、最近流行りのビショップじゃないの。新パッケってからビショップとエルフがすげえ強化されたって噂だからな。まあ、ウプ主も最近ビショップやり始めたから大体どんな感じかはわかってるかんね。おーし、マリガンは全特会でルンブレ引けたぞ。そしてまた先行か。先行だと先にプレイできて有利な分 EP が相手より1少ない一定半でもあるな。お、また超越引けてるじゃん。これは引き運来てるよ。EP ってのはフォロワーを進化させるのに必要なポイントで、この進化がシャドバオリジナルの要素。進化によってフォロワーが強化されたり、
進化時に特別な効果が発揮されたりするんで、その辺の駆け引きもシャドバの醍醐味だな。ただし進化は中盤以降から使えるようになるんで注意。試合の方はなんやかんやあって負けました。あらっとカットしてんじゃねえよ。人が進化の解説してる間にさらっと負け試合カットしてんじゃねえよ。いやーやっぱ新環境でビショップ強いね。これマジでどうすんだよ。クソ試合続きで実況するってレベルじゃねえぞ。お前ら他の実況者さんたちが勝ち試合ばっか出してるからってこのシャドバを甘く見んじゃねえぞ。B タイトもなや周りはガンガンレジェンドカード出してくるし、クラスごとの対処法も全員熟知してっからフルモッコされて無課金初心者なんて差でしかねえかんな。うちの動画は完全ドキュメンタリーだからズタボロに負け続けるこの地獄も隠さずに全て見せていくスタイルですから。フィクションでもいいからもっと楽しいシャドバ風景を見せてもらえませんか？まあ今回はバンプのユリオジ相手だから相手が体力調整ミスってこっちのスペルズビズバ刺さっちゃうなんてラッキー展開もワンチャンあるかんね。マジかよ、やったな、やっとシャドバエンジョイ動画撮れんじゃん。6ターン最速フルモッコされて終わりました。そうじゃねえか、今んとこシャドバのクソゲー部分しか動画になってねえじゃねえかよ。マジでなんでこのゲーム実況しようと思ったんだよ。C体なら結構勝ててたんよ。C 隊いた頃はこれでももうちょい勝率良かったんよ。ランクは一旦 B 隊上がるともう C には落ちないシステムだからね。このシステムのおかげでアルファベットのランクが上がるともう逃げられない弱者フルモッコシステムだから気をつけろ。今さら言っても始まんない。とにかくもう勝ち負けはいいからシャドバ楽しい感出てる試合を動画に収めるんや。そして札に貴重なマーリン様が来たぞ。これはワンチャンあるかもしれん。しかし相手はまたビショップか。ビショップとエルフは急増してる分まだ慣れてない相手の場合もあるから諦めんなよ。2ターン目でルンブレサモちゃん来たぞ。これは結構いい流れかも。あとは早めに次元の超越引きたいと。ちょうど来たは。これは奇跡？奇跡起きるパティン。押し押し魔力の蓄積も継ぎ出せるし、ドローソースの導きも入ってる。相手は手堅くベルちゃんで終了。バレッジは置いといて、とにかく蓄積で超越をブーストや。魔力の蓄積は一気に3ブーストさせる。超越一気には3積み必須のカード。さらに他のカードにもしっかり1ブースト乗るんで、これがあると一気に加速できるんで便利。相手さんのターンは倍速でオナシャス。どうやら何も出してこないとこを見るとビショップさんの方は手札事故ってる可能性も。じゃあここはとりあえずガントヒーラーちゃんを生贄に捧げて様子見かな。つか超越ウィッチでガントレットヒーラー入れてるのは珍しくない？スペル型は序盤殴られすぎて超越出すまで持たない場合もあるから。回復もできるテイコスフォロワーは結構有用な場合もあるって聞いたんでね。まあこの辺の序盤しのぐためのカードはいろいろ模索してる感じかな。相手さんはヒーラー消しただけで終了か。どうやらテイコストが引けてないみたいだから今がチャンス。ここはもちろんマーリン様進化でリンゴンちゃんをぶん殴る。マーリンはファンファーレと進化でスペブカードを1枚ずつ持ってきてくれるすごいやつ。序盤で超越引けなかった時もマーリンが持ってきてくれる場合があるからな。さらに相手を攻撃するたびにスペルブーストが溜まる欲張り性能。さすがレジェンドカード、見た目もエロい。見た目のエロさは性能とは関係ありません。ここで相手もさすがにマーリン処理に動く。クレリック進化でマーリン破壊。ちなみに進化すると出たばっかのフォロワーでも相手のフォロワーは殴れるルール。ここでちょっと強行すんませんね。まだまだ初心者なんで許してね。カードゲーは基本早めのターン終了がマナーらしいね。一応ターンごとに制限時間はあるけど、一試合ごとサクッとできるのがこのゲームの長所でもあるからな。まあ無理に急いで負ける必要はないけど、試合が早いに越したことはないからね。バレッジとブラストでクレリック処理後、相手はプリプリと願いで手札揃える作戦か。しかしここまで手数少ないってことはこれセラフ狙いじゃね？新カードの封じられし視点しから強制勝利狙うあれか。
さらに手札をわざと押さえてこっちのスペグを阻止する作戦か。では悪いが虹でドロスを食らせる嫌がらせしちゃいます。ごめんね。表情から醜い本性がむき出しになってますよマリサさん。さらにスペグ稼ぎにいろいろ小細工しつつプリプリも除去。実験開始から地裂弾で5ダメ与えつつガーディアンスペルゲトーは個人的に気持ちいい。できる機会は結構少ないけど決まると守護出しスペルももらえてかなりお得感あるコンボだな。導きがコスゼロだったけど手札パンパンなんで一旦待ちで。相手さんは今度は怒りの願い2枚出しに再びプリプリちゃんと異端審問で牽制。プリプリ2枚目でこれは視点しきてる可能性が高いですよ。多分見習いや恐竜も3枚揃ってる可能性が高いからこちらも急がないとやばいですよ。幸い超越のスペグも順調にコスト8まで減ってるし、スペルカードも手札にワンサカあるんでこっちもスペグ祭りだぜ。ウィンド、氷像を消費してさらに導きで2枚ドロー。氷像はエボルブの新カードで、1ターンだけで消える守護だけど55と防御力は高いんでターンを稼ぎたいスペルウィッチにはかなり便利。さらに引いたマジミサで相手の顔を殴りつつ1枚ドロー。マジックミサイルも2コスで1ダメ出しつつ手札補充できる優秀なスペルカード。ちょうどスナイプスタンで顔殴って終了です。顔殴るってのは相手のリーダーを攻撃することで他にもフェイス殴るとかフェイスブクルとかツイヒートするとかググレカスとか言います。後ろの3つは嘘です。おっと、そしてやはりここで封じられし視点し出してきた。おう、望むところよ。こっちもいい感じに超越出来上がってますんでね。ルンブレサモちゃんもただいまプラス14と準備万端。ジャンクロードバンダム、おっとマリサさん、これは煽られちゃってんじゃないですか。このゲームエモートは基本煽りに聞こえる不思議だが断る。この霧雨マリサの最も好きなことの一つは自分で価値格だと思っているやつにノーと断ってやることだ。この試合の前に3連敗したやつがなぜ露伴の名台詞を言えるのか。ガーディアンとスナイプでラストブーストからのザ・ワールド、時を止まれ。そこで美女太郎、貴様が何秒動けようと関係のない処刑を思いついた。野郎なんてことを思いつくんだ。こいつはやばいぜ。青ざめたな。つうことで視点し発動前に時を止めてからのルンブレサモちゃん一発 KO。 これが私の実力だ。なんだ画面の動きが、鈍いぞ。動けん、バカな、全く画面が動かん。俺が時を止めた。9秒の時点でな。そして回線抜きできた。やれやれだぜ。美女太郎、貴様。つうことでこの後めちゃくちゃ判定待ちした。多分負け隠した直後偶然たまたま奇跡的まぐれで相手の通信が切れちゃったのかな。初対戦動画でこんなシャドバの闇見せていいんですかね。この動画消されなかったら次回もやります。